鏡の中に浮かんだ途切れたビジョン目の前。はい、始まりました日刊マインクラフトの時間でございます。今回もプレイしていきましょう。私が FB37 です。ディッドこれもホップです。よろしく。さてと、前回ですね、無謀にもバルキリー軍団に、挑んだ男がいまして、速攻で倒されて、情けないなと思ってましたが、今回は我々4人でなんとかバルキリー軍団に立ち向かってやられて情けないと思いましょう。情けねえのか。さあ、じゃあ各自準備を整えて突撃だ。まあ基本的には攻撃したやつが多元になってたから、攻撃したと同時に攻撃したやつは AT フィールドを展開して他のやつがタコ殴りにすればいいんじゃないの。それでいこうか。そんな簡単な作戦でいけんのかちょっとわからんけど、ダーツがな、ポイズンダガーとかも俺らが作れるようになればいいんだけどな。でもそうや、トンヤが下ろさないからね。とりあえずバケツの作り方どうやんだろうこれ。多分普通にスカイルートプラントでできんじゃないの。拾うしかねえんじゃないかな。違うか。ああ、そういうこと。作れはしない、ね、普通になんか木材でなんか作れそうな気配がね、作れないの。あれでしょ、おそらくだけどこの世界の液体はこいつじゃないと無理なんちゃう、下手したら。何、バケツ。そう、あのポイズンダーツってさ、毒液が必要でしょ。その毒液ってさ、このバケツじゃないと組めないんじゃないかな。まあそもそも毒液はどこから調達すればいいのかわからんけど。毒の間みたいなのあんじゃないの。謎は深まる。あの花野郎に対してバケツを使うとかどう。花だったらゲロがいる。花野郎の可能性はあるね。でも花野郎って意外といねえよ。そう、意外といないですよね。気づいたら近くにいるけど。ポイズンダートさえ作れればな。今ダーツの威力が全然ないから、あんなんでバルキリーなんか倒せんぞ。逆にバルキリーを閉じ込めて上からずっと殴ってりゃいいんじゃないの。さすがにあの速さだったら閉じ込めるけどなかなか難しいんじゃないかな。あそこ掘れないしね。先に閉じ込めてから話しかけりゃいいんじゃない。はぁ、なるほどな。天才現る。天才現る。そんなこと多分人間、人類史上誰も思いつかなかったことだぞ。そんな卑怯なこと思いつかなくない。作戦ですね。さすが強者、勝てばよかろうなのだ。すげえ、強者はそんなこと考えないでしょ。違うってお前、勝つ者が強者なんだよ。そうだ。ああ、そうなんですか。ああ、そうなんですかって急に冷めんなよ。よし、じゃあ準備いいか。行くぞー。行くぞー。舞台に乗っていこうかな。下剤持ってこい。あ、やばい、ジョジョ落ちする、これ。ジョジョ落ちする。そいつ入れないんだ。卑劣な作戦でいく？オッケー、じゃあ、バルキリー討伐作戦、開始だ。あああ、どうした？こいつ、卑劣な作戦だと、一瞬浮いて、ふわっとかわす。とりあえず落ちるわ。もうこれで余裕だ。よし。豚来ただろ。攻撃にねえ、この高さ。はい。あ、行った。ジャンプ攻撃してくる。じゃあ逆に下開ければいいんじゃないの。そうだ、真ん中とか開ければいいんじゃない。はい。えい。おお、来たー。余裕だこいつ。イエーイ。かっこー。やった、バルキリーメダルゲッツー。めっちゃ卑劣。次々と、これで、やっちまおうぜ。よっしゃ、各自この作戦で行くぞ。行くぞ！いや、普通にドロップしてよ。なんだこいつら、ブロック壊す能力もねえのかよ。だっせぇ。いで！しかし攻撃食らったら半端ねえな。いいね。いでてててて。まさかこいつらもこんな卑怯な奴が攻めてくると思う。メダルってあれアイテム化してないの？普通に落とすよ、メダル。ヒエーす。弱いね。あの、俺らはこんな弱い奴にビビってたのか。な。卑劣な技。いや、正直遠距離攻撃ないなら問題外だ。
それはこいつらが悪いよな。そうだね。対策しなかったやつが悪い、やっぱり。確かに。傾向と対策だから。一人殴ったら全員にかかってくるならわかるけどな。そう、ね、確かに。やっぱ騎士道精神があだとなったわ。こいつあと俺らのクソっぷりを舐めすぎたのがね。俺らに期待しすぎた。もう集まったんじゃん、俺4つあるぞ。俺も 4個ある。俺1個。はい、集まりました。じゃああるじゃん。よっしゃー、これ以上無駄な殺生はするべきではない。おいおい、バルキリープロバイル。バルプロ。バルプロディションによる。バルプロも囲んじまえばいいんちゃうの？卑劣な技で倒せばいい。こんにちは。あれ、こいつ動かねえ。まあでも。けどまあそこに作ればいい。まあな。この辺、こうやっちまえばええんちゃうのか？どうなんだ？悔しいか？おこいつ、おこいつは 何しとんねんみたいな。うろうろしてる。え、何みたいな。何みたいな。何が始まるのみたいな。よし。じゃあ真ん中。全部閉じ込めなくていいんじゃないですか。よし、じゃあメダルよこせ。はい。ういっす。じゃあ、はい、話しかけるぞ。はい、メダル持ってきました。いや、皆さん強かったですよ。I wish to fight you. I'm really, I have medals right here. Now there is let begin. あれ？これ何？戦闘状態になってんの？あ、攻撃したらじゃないの。攻撃開始だった。あ、これはもう、あ、ダメだ。これやばい、これやばいわ、これ。これやばい、さすがにやばい、これ。こいつ、これやべえ、こいつ。こいつやばいわ。長い剣持ってんのに。いて、こいつなんか、やばい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 。こいつエネルだ。いきなりエネルになった。やべえ。いて、出てころ。ゴロゴロの実。え、なんか毒みたいなの食らって、その後雷で落とされて。しかも強えな、やっぱり。いやこいつ強えわ。うん。まあでももう死ぬけどね。うん。また俺だけ？あ、終わりは。はい。終わった。弱っ。ありがとう。きっとまともに戦ったら君は強かっただろう。後ろになんかできたぞ。え？ほんとだ。ほんとだ。なにこれ？なにこれ？ん？開かねえ。なにこれ？あ、あ！まだ、あった。鍵手に入れてる。ああ、なるほどね。だから、これが。金の剣落としたこいつ、バカじゃないの？え、金の剣？普通の金の剣？いらな。ただの金の剣。いらな。買っちゃ。どうだ？おー、なんだこれ？ホーリーソード！バルキリーブーツ。お、バルキリーブーツ。ネプチューンブーツ。ホーリーソードってあの普通の。あ、違う、ホーリーストーンソードだから、ホーリーソードは新しいわ。イエーイ、攻略完了です。イエーイ。やっぱ俺ら強いんだな。隠し部屋とかね。さすがに強くなりすぎたか。そうだね。見て、バルキリークイーン倒されたのこいつらもう知らんぷりだもん。うん？みたいな。何かしましたか？襲ってきてもおかしくないのにな。なんでだろうね。あんまり好かれてなかったんじゃない？まあそう考えたら思えない。だって好かれていたらバルキリープロファイルがそうだね、あんな囲まれた時点ですぐ応戦するはずだもん。やめろみたいな。うん、ちょそれ以上いけないって来るはずだもんな。イエーイ、とりあえず神殿攻略完了。卑劣なんてで完全に勝てばよかろうなのだぞ卑劣すぎる。このリジェネレーションストーンってなんだろうね。なんか作れない。切ってみていい？今ならいいよ。ほい。3ダメ。特殊な効果はないのか。ビーム出るとかもないわ。バルキリーブーツも特に何もなさそうだけど。とりあえず、ネプチューンブーツとバルキリーブーツは今のところ防御力が高い、ただの防具だな。リジェレーションストーンがわからん。なんだこれ。あ、使えた。え、使っちゃった。あー、わて使っちゃいましたよ。おー、やろう。しかも特に何もなかったです。なにこれ？それなんか、即時回復かな。リジェネレーションっていうぐらいだから。あれ、わしの武器。回復するんじゃないですか？それだけ？ちょっとキックン、俺を攻撃してみて。まとまった！
あ、今今多分、あれでも出てないんだけど、あれあれこれ持ってる限り有効ってこと、神アイテムじゃん、マジで。じゃあ他のシルバーダンジョンも襲ってとりあえず回収しに行くか。じゃあとりあえずとうとう地下のダンジョン行ってみる。ああ、行きますか。ただちょっと防具じゃない、武器が修理しないとダメだ。アンブロシウムシャードがないです。いやーマジやばい、これは悠々しき事態だ。結局あとこっから出れないんだけども。そうそう、ああ大丈夫、あの作るからそういうの、ちょっと待ってろ。じゃあここの真上開けとくか。そうだね、そういうことか。はあはあはあ。お、アルバ博士、何か分かりましたか。使ったと思われたあのストーンが、うん、装備されてましたね。え、ああ本当だ、あった。なんとこれ装備してるとどうなんの、回復すんの、持続的に。装備してたら回復すんでねえですか、これもしかして。そんな神アイテムもいいところじゃないですか。マジかよ、それはいいね。なんかさっき再生能力がなぜか俺に備わってたけど、ダメージ食らってみるか。ちょっとじゃあアルマ、俺を攻撃してみてくれ。で、まあこの状態で、そうだわ、装備してるだけでリジェネ効果です。それは素晴らしい、半端な、だね。しかもこれ2つつけるんじゃないの、ダブルでつけたらもっと早いんじゃない。ダブルでつけたら超強い。すげえ、早い。俺は不死身だ。じゃあ別のバルキリーもぶっ潰しに行くか、そのうち。そうだな、まあ見かけたら、まあどっかにもあったはずだから。もうそろそろ武器回復したかな。ああ回復してるよ。これ幸運ついたら結構な確率で出んのかね。わからん、だからエンチャントテーブル欲しいね。え、おい、なんとかエンチャントテーブルお願いします。黒曜石、ダイヤ2個、2本か。ダイヤが1個だけありますね。あと紙がいるからサトウキビ必要なんじゃないか。そうだね、まあサトウキビはおそらくどっかにもなってるだろう。いった、サトウキビ早めに持ってきて育てた方がいいな。サトウキビってこの世界で育つのかな。現地の土とか持ってけばいいんじゃないの。ああ、なるほどな。マジで深刻なアンブロシウムシャード不足でございます。今10分ぐらい掘ってやっと十数個手に入っただけだったな。まあだからあれじゃない、やっぱりアンブロシウムシャード自体を見つけるのも重要じゃない。そんな見つかんないの、アンブロシウムシャード自体も。鉄レベルぐらいかな。へえー、そんな見つからないの、アンブロシウムシャード。そんな見つかんないの、アンブロシウムシャード。ぬーん。え、お前のカルマ教えてくんない。はい。お前のカルマを教えろって言ってんだよ。教えろって、お前自分が罪がない人間だと思い込んでない。いや別に思い込んでないですけど。本当？なんか最近犯した罪を白状してみ。いや、なんすかね、ちょっと食べ過ぎちゃったとかですかね。暴食滞在でございますね。滞在やっちまったな。自分が7つの滞在のうち何個犯してるかちょっと言うてみ。まず何やったっけ。いろいろあるけど。暴食、色欲、強欲、強欲。一つしか出てこない。いやだから、色欲、色欲、色欲、強欲、憤怒、怠惰、傲慢。ああ、怠惰、傲慢、はいはい。うん、怠惰と怠惰が強いっすね、これ。怠惰と傲慢くらいですかね。キックン、この地下なんか作んの。え、あー今んとこ無計画だけど、出した。いや、サトウキビ植えようかなと思って。地下にいいよ、植えて。じゃあ植えよう。
あれ、こっちでもサトウキビは育つの？ああ、試してない。試してからにして、試してからにして。希望を抱きしめ。はい、皆さん動画を見てくださってありがとうございます。MSS プロジェクトはですね、チャンネル、YouTube チャンネルとかニコニコ動画の方にもチャンネルがございますので、ぜひ登録の方をお願いできれば幸いでございます。はい、仕組み立てる。いや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 、そういう問題じゃないでしょ、そういう問題じゃないですよ。いや、あのね、片方だけだから気持ちが気持ちがバカだな。